お、シャーシの部分を見てみるとかなり細かく作られてあるね。造形の部分のこの立体感もかなり細かく作られてあって、かなりトミカの中でも珍しいんじゃないかな。はい、皆さんこんにちは。今回紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムの日産フェアレディ Z31 のモデルをチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルがトミカプレミアム日産フェアレディ Z31 のモデルになってます。ボディカラーの方はブルーのメタリックというか薄いブルーのメタリックに、アンダーの部分はブラックの塗装だね。このツートンカラーがかなりかっこいいね。まずはフロントの方から見てみます。中央の部分には Z のエンブレムがしっかりとプリントがされてあるね。バンパー部分はブラックになってて、しっかりとこの辺りオレンジの塗り分けとかが入ってるね。そしてやはりこの当時のモデルというと、このスーパーカーらしいこのシャープなデザイン、ちょっと薄っぺらいようなデザインっていうのがかっこいいよね。そしてヘッドライトの部分、この部分がパラレルライジングヘッドランプってやつだね。かなり興味深いギミックの部分になるよね。まあ早速見てみようかな。こんな感じでヘッドランプの部分は、まあリトラクタブルライトのような感じで展開するような感じになるね。そして収納するとこんな感じだね。そして収納しても通常のリトラクタブルライトとはちょっと違うような形状になるね。この辺りがかなりいい感じじゃないかな。そしてボンネットの方を見ていくと、こんな感じでシャープなデザインの中にエアフローのダクトのような部分もしっかりと作られてあるね。これはターボモデルとかそういう感じのダクトの部分になるのかな。上部の方を見ていって、助手席側の側面の方を見ていきます。サイドから見えるこのボディシルエット、かなりシャープな感じでいい感じだよね。そしてやはり2シーターというか、こういったような当時のスポーツカーっていうとかなりロングノーズっていうような感じだったよね。この部分までしっかりと再現されてていい感じだね。そしてドアノブの部分はブラックの塗装になってて、この辺りウインカーの部分もオレンジの塗り分けが入ってるね。そしてアンダーの部分はブラックの塗装になってて、上部の部分は薄いブルーの塗装、パールのようなメタリックが入ってるかな。そしてホイールの部分を見ていくとこんな感じで、当時のホイールのデザインっていうのが再現されてるような感じかな。窓枠の部分もブラックの塗装が入ってていい感じだね。リア周りの方を見ていきます。テールランプの部分を見ていくと、しっかりとクリアパーツレッドが使われてあっていい感じだよね。そしてその他何かプリントとかっていうのは特に入ってないような感じかな。バンパーの部分、アンダーの部分ブラックになってて、しっかりとマフラーの部分、この部分までしっかりと塗装と造形が作られてあっていい感じだね。まあ、この辺りトミカプレミアムらしくいい感じだよね。そして運転席側の側面の方を見ていくと、こちらの部分には給油口なんだね。上部の方から見ていくとこんな感じになってます。内装の方を見ていくと、内装カラーは薄いグレーっていうような感じのカラーリングかな。かなりこの辺り絶妙なカラーリングでいい感じだね。そしてシートの部分、この辺りもしっかりとバケットシートのような感じで作られてあるね。運転席周りとかアンダーの部分、この辺りもかなりいい感じじゃないかな。アクションの方を見ていくと、サスペンションは特に備わってないような感じかな。だけど今回はこの左右ドアの開閉アクションがしっかりとついてて、そしてなんといってもこの部分だね。パラレルライジングヘッドランプということで、この部分がしっかりとこんな感じで稼働するような感じだね。通常のリトラクタルライトと違って、しっかりと名前が名称がついてるところがかっこいいね。そして閉じるとこんな感じだね。まあ、こんな感じで閉じてみてもなかなかいい感じの造形じゃないかな。今回はこのギミックの名称にちょっと惚れちゃったかな。シャーシの部分を見ていくと、日産フェアレディ Z2024 年のシャーシになってます。今回のトミカプレミアムのアンダーのシャーシの部分はかなり造形の部分が細かく作られてあるね。この辺りなんだろう、いつもと違ってかなり力が入ったアンダーの部分だね。こうやって見ていくと Z31 のモデルがしっかりと当時のデザインが再現されたっていう感じだね。そしてなんといってもこのヘッドランプの部分、ここのパラレルライジングヘッドランプ、この辺りの再現っていうのがしっかりとされてあって、かなり満足度が高いモデルになるんじゃないかな。まあ、その他見ていくと
デザイン的な部分でもかなりシャープな作りでなってて、そして今回はこのアンダーの部分も何かトランスミッションのあたりとかかなり細かく作られてあって、このあたりコレクター魂をくすぐるような感じだね。そしてこのボディシルエット、このツーシーターのボディシルエットのロングノーズの部分もかっこいいよね。当時のデザインがしっかりと再現されて、これはコレクターとしてもかなり満足度の高い一台になるんじゃないかな。通常版にはなるけど、しっかりとゲットしておきたい完成度の高い一台だね。箱の方は正面のパッケージにトミカのイラストをね。トミカプレミアムのブラックのボックスはいつも通りっていう感じかな。側面とかを見ていくと、あ、この部分には日産のライセンスの方がプリントされてあるね。裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今回はトミカプレミアムの日産フェアレディ Z31 のモデルをチェックしてみました。今回のモデル、なんといってもヘッドランプの部分のこのパラレルライジングヘッドランプ、この部分の名称ってかなりかっこいいよね。そして実際見てみたけど、このあたりのギミックも良かったね。そして今回はこのアンダーのシャーシの部分、ここもかなり造形としては細かく作られてあって、かなり凹凸もついてるんだよね。こういったトミカって結構珍しいんじゃないかな。シャーシの部分がのっぺりと作られてあるトミカ最近増えてるので、結構コレクターとしても嬉しい部分だね。ボディシルエットの部分もかなり美しくて、左右ドアの開閉アクションもしっかりと備わって、ヘッドランプの部分のこの開閉アクション、ここまでしっかりと作られてあるトミカかなり満足度が高いので、しっかりとゲットしておきたいね。まあ、通常版ということなので、欲しい方が欲しいだけ手に入れることができるよね。私も将来のコレクター用にもう1台ぐらい買っておこうかな。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録も方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。